シピアノということで、初めて合わせに伺った時にはどんなことになるのかって少しなんかあの楽しみと不安とが入り乱れる感じで伺いましたけど、ちょっと楽器の音を聞かせていただいて一緒にやってみたら、驚くほど違和感がなくこう普通にアンサンブルできましてびっくりしました。私大変驚いたんですね。これまで今まで、ね、触ったことのある電子楽器っていうのはすごく減衰が早いなっていう風に感じていたんですけれども、今日はあの弱音、弱い音で弾いても非常にこう伸びが今までよりもありまして、より本当の、違和感なく素敵ないい気持ちになって弾ける楽器だなと感じました。皆さんの低音の豊かさ感じていただけましたでしょうか。やはりこうすごく響きの豊かな低音っていうのがこの屋外でも感じられたと私には伝わったんですけれども、なかなかねこんな低音普通のピアノでも出せないんですよね。あの一番大きなグランドピアノのフルコンサートっていうサイズで、しかもホールででいい状態のピアノじゃないとこんなに豊かな低音ってならないので、ね、このピアノが自宅にあったら毎日そんな大きなピアノをね弾いてるかのような気分になって低音をこうバンバン出したくなるような気持ちになりますよね。
本当に私たちの連弾音数が多いのも特徴なんですけれども、これだけなんか音がたくさん鳴っていてもそれぞれの響きがちゃんと弾いていても感じられるっていうのは結構すごいことだと思うんですよね。そうですね、2人で弾くのでお互いのバランスだったり気をつけないといけないんですね。こっちの人が大きすぎてもダメだし、でその辺を2人で音を聞き合いながら弾いてるんですけれども、普通のピアノだったら割とそれができるんですけども、今までのちょっと電子ピアノではなかなかそれが難しかったんですけども、このピアノは割とすごいタッチを繊細に感じた取ったことがそのまま表現できるので、こうやって2人で弾いてても十分堪能いただけると思います。